まあ、タイムアウトだったり、まあ、タイムアウト何とかして、それでも言うこと聞かないんだったら、言うことっていうかね、もう収まらないんだったら、まあ、ブロックという形にしたいと思います。はい。で、ということでですね、納得なせいさん、もしご覧になっていらっしゃいますでしょうか。もしご覧になっていらっしゃったらですね、こちらのリンクを踏んでいただければ入れると思うんですが、いかがでしょうか。ちょっと無理でしたら、結構一番ひどいんですよ。で、声もね、ガラガラで本当に、今もう必死に、龍角散の喉飴舐めてるんですけど、で、あとね、やっぱ咳が咳込んじゃう時があるんですよね。で、一回咳をしちゃうと、もうその反射で咳が続いちゃうみたいな感じなんですよ。だからまあ、いわゆる喘息みたいな状態になってるみたいで、まあ、ただもう、税名はなくなってるので、一番ひどいんですよ。なんかそういう、こう、肺とかね、気管支炎まではもう今は、そこまで行ってない状態だと、信じたいんですけれどもね。はい。ということで、じゃあ、納豆キナゼさんお待ちしております。はい。納豆キナゼさんもし、なんだろう。ちょっと納豆さんなんか来てるな。あら。ちょっとですね、納豆キナーゼさんの方から、ちょっとお断りが来ました。これは、言っていいのかな？ちょっとごめんなさいね。実は7時45分に来てて、で、それで、ちょっとこれは、理由言っちゃっていいのかな？まあでもこれはいいよね。ちょっとこの状態だから。すいません。リスナーの人たちから、猛反対を受けたので、中止できますか？本当にすいませんっていう、ことでございます。はい。ということで、納豆キナーゼさんのリスナーさんから猛反対を受けたということでございますので、ちょっと今回はですね、まあ、納豆キナーゼさん。カズヤマン、断られたのか、わーみろー、おめでとう。まあ、納豆キナーゼさんのリスナーさんといえば、まあ、V さんがね、モデレーターでいらっしゃるので。カズヤマン、わーみろー。先にちょっと、一回話がしたいということで、日頃の行いが悪いからじゃ、私を呼べ。その時にもね、そのこと心配されてたんですよ。私を呼べ、和山。納豆キナーゼさんの方が。なんで、まあ、それでもね、ご本人がいいっておっしゃったんで、まあ、大丈夫かなと思ってたんですけど、まさかの展開でございますよ、はい。で、なんか昨日ね、何があったのかね、昨日っていうか、何があったのかちょっとよくわかんないんですけど、ざまーみろご存じない方のためにね。かすやまー。ざまーみろね、こう、説明させていただくと、まあ、もともとさ、PC さんって、まあ、いろんなところでトラブルを起こされていたわけなんだけれども。お前もトラブルを起こしてるんじゃ、ボケ。納豆キナーゼさんのところには、まあ、行っていたんですよ。もうやめちまえ、ライブ配信。もう、なんかその PC さんをこう、やめちまえ。いたというか、なんというか。で、ただ、その PC さんがいろんなところで問題が表面化し始めてから。問題児の風山とね、対談する方が、政治家を目指す人はね、大丈夫ですかみたいな話が、対談しない方がいいですね。あってたと思うんですよね。なんか私、それなんか、なんだろう、納豆さんのライブかななんかで言われている、なんかそのリスナーさんがね、心配しておっしゃっているのを。納豆さんだって。まあでも、そのご本人がね、どういうふうな、なんだろう、こう判断をされてるのか。納豆に振られた女です。まあ、あとその、PC さんだけじゃなくて、納豆にも振られた女です。界隈でトラブルを起こしてる方も、まあ、引き受けて。バトル君にも振られた女です。なので、まあ、そこのところはね、まあ、懐が広い方というか、なんかそういう状態なのかなって思っていたんですね。で、それで、ちょこちょこさんが7月の15日ぐらい半ばだったと思うんですけど、なんだろう、こう、富士山登るってディスコードしなくていいよ、わざわざ。で、その、顔出しでもないのに。ライブさんって今お名前なんだけど、前は納豆キナーゼさんっていう、こう、チャンネル名だったんですよね。なんで、私はその時の印象が強いので、納豆キナーゼさんって。なんか、喉飴舐めてんの？まあ、ね、まあ、やめなよ、もうね。ねな、もうおばあさんなんだから。ちょこちょこさんが、まあ、それぞれのルートで、しないで富士山に登って、まあ、どこかの地点なのか、頂上でなのか、まあ、落ち合うみたいな計画らしいんですよ、今のところ。で、どうぞ。で、なんか、
PC さんはなんか納豆キラーゼさんのチームでね、なんか行く予定だったらしいんですよね。でなんかその山途中山小屋かなんかでなんかそれぞれのチームで一泊して、まあちょっとその後なのかどっかで落ち合うみたいな感じだったらしいんですけど、でそうしたところなんかその PC さんが納豆さんのそのチームからまあなんていうの出て行ってくれというか、あのもう来ないでくれというか、なんかそういうふうなことを言われたらしいんですよね。でそのちょっと前にその納豆キラーゼさんのところになんか PC さんが泊まりに行ってて、でそれでなんかトラブルをなんか起こされたみたいなんですよ。でそのトラブルの内容っていうのをなんか PC さんが言わない方いいよ風山そこで、Twitter とかあとなんか他の方のライブに出られてなんかおっしゃってたみたいなんですけど、よくわかんないのにさ情報をそうやって言わない方がいいよ風山、まあ、汚したとか部屋をね、あとなんだっけ、適当じゃんね、物を食べたとか何でしたっけ、なんかね誰かが教えてくれたんですよ。なんかちっちゃいトラブルの積み重ねっていうかそういう感じだったらしいんですよね。うん、でそれでなんかちょっとまあそれでもなんか納豆キラーゼさんはそれでもまあ PC さんとはこうなんかお付き合いは続けられてたみたいなんですけれども、昨日急展開というかなんかまあもうあいつとはダメだみたいな感じになったらしくて、でそれでちょこちょこさんのライブでもなんかあの PC さんをまあ自分のチームから外すって話になったんですかね。でそれでなんかもうじゃあ PC さんはちょこちょこさんの方で残るのかっていう話になったら、もう一切合切そういうのもダメというか、 PC さんが参加自体嫌だとかなんかそういうふうなことをおっしゃってたらしいんですよ。うん、おっしゃってたのはその納豆キラーゼさん本人なのか納豆さんから聞いたちょこちょこさんが言ってたのか、まあ別の形なのか、ちょっと私はそれも見てないんで何とも言えないんですけどね。うん、っていうわけでなんか朝起きたら何人かからつまんないな、やめるかの件どうなったか知ってますかみたいな、ね、納豆キラーゼさんと PC さんどうなったんですかみたいなことがなんか来てて、いや私が知るわけないじゃんみたいな、私昨日なんか学校から帰ってきた後も疲れて9時ぐらいから寝てたんですよ、爆睡してて、で朝5時ぐらいに起きちゃって、で逆にもうその後、ね、5時に起きたの私と同じだね、病院行ったりしてたんで、まああのなんですかね、9時になったら病院行ってたりしてたんでね、あんまりもうその後出かけたりしてたんで、もう全く置いてなくて、何の病院、でそれでまあよく病院行ってね、この前も行ったじゃん、土曜日だって、あのコラボをねお願いできませんかっていうふうに、なんか今ね PC さんからねが入ってきてんだけど、どうしようかこれで、一応出禁だからさ、出禁だからさ、何なのかな、ちょっととりあえず出てみる、あ、PC が出るそうです。あ、PC の顔面が出てきた。あ、納豆キラーゼなんか俺のね、昔のね、犯罪歴とかをね、晒してるからね、月曜日に行ってね、名誉毀損で行ってくから、あいつ、そろそろパクられんじゃねえの、選挙どころじゃねえぞ、あいつ。名誉毀損、いや、それ民事でしょう。民事。すいません。あの、PC さん。民事でしょ。あの、一応ですね、私もバンとかやりたくないので、ちょっと言葉は選んで喋ってほしいんですけど。怖い怖い、PC。犯罪者の顔だよ。え、誰の声が、私の声、あ、はい。じゃあ、まず、犯罪者の顔だよ。マイクの音を大きくしていいのかな、ちょっと待ってくださいね。はい。で、僕全部説明しますから、リスナーに反対されたとか関係ないですよ。あいつ、リスナーの、あの、なんだっけな、リモコンになるのが絶対嫌だとかって、俺は、なんか、一番自由な、なんかワンピースだとか言って、なんか、自由のなんか窓ガラス割れてますね、ほら、窓ガラス。そんなので出ないっていうのは情けないんで、早く出てきてほしいんですよ。ちょっと、じゃあ、僕のね、こととか、いろんなこと、10年前のやつとか、僕の本名まで全部さらして。10年前 ?12 年前でしょ。最初から全部、ちょっと事情説明してもらっていいですか？あ、じゃあ、ちょっと、今、ちょっと、今ちょっと、あれ何をしてんの？やばいやばい、PC が登場っすよ。あ、聞こえた、すいません、風間さん、申し訳ない。あれ？あ、先にすいませんでした。はい。
ちょっと歯3本ある？スカイプで邪魔してきたな、このクソが。え、誰が？誰が？誰が？おーい。はい、スカイプで邪魔してきてるんですよ、変なリスナーが。誰が？やめろって。あ、消えちゃった。というわけで、なんかちょっとね、これもライブの醍醐味なんでしょうか。はい。あ、直美さん、スパナ持ちましょうかってことなんですけど、そうですね。ちょっとじゃあ、ちょっととりあえず今回だけお願いしていいですか。基本的にちょっと暴言はちょっとアウトっていうことで、じゃちょっと待ってね。このストリームヤードから今さ、モデレーター設定しようと思ったらできないので、ちょっと今パソコンじゃなくてスマホで、あれをしたいと思うんですけど、あ、またちょっと来たわ、PC さんが。あ、なんか、リスナーがやめようよとかって、なんか邪魔してきてるんですよ。何てリスナーさんですか？え？なんてリスナーさんですか？いや、漢字が読めないんですよ。漢字が読めないリスナー。ちょっと見せてください、画面を。あ、画面どうやって見せるんですかね？いや、スマホかなんかで受けてるんですか？あ、今それを使ってるのか？今スマホです、どうも。ちょっと手がすごい汚れてない、大丈夫？手汚れてんの？はい。来たね。どうしたんですか？仕事から帰ってきたわけだよ。今仕事帰りです。仕事してねえだろ。知らない人。仕事してねえだろ。おい。仕事から帰ってきたって、嘘ついたよ。ずーっと配信してたじゃん。確かに、なんかあれなんですけど、でも、納豆木永さん別に逃げも隠れもしないで出てくれるじゃないですかね。僕のことを出会ったら殴るとまで言いましたからね。まあ、PC さんに関してはね、PC さんの発言に関しては、私も言ってないこと言ったとか言われてるからさ、はい、そこはちょっと信用性は私は言わないけど、はい、ただね、これは、昨日の納豆キナーゼさんのあれに残ってると思いますね、非公開になってなければ。はい。いや、まあじゃあ、納豆キナーゼさんとの出会いからお伺いしていいですか？非公開になってんだ、納豆の昨日。なってんの？どうやって知り合って親しくなったかっていうことを。聞いてもいいな。ピシピシできたら長くなるな。浅いですよ。いや、でも私、納豆キナーゼさんとは別にコンタクトなんてほとんど取ってないので。あ、僕は全くキナーゼさんから、容姿とか何も風間さんのこと聞いてないですけど、なんか、カリスマさんのところで僕知ったんですよ。納豆さんのこと？あ、ほら、新妻さんとかにいろいろ私のこのこと知ってますか？知名度。なんとかっていうので。で、なんか手振ったとかいうのありましたよね。なんか手は振ってな、キナーゼさんに手振ってきれましたよ、にこやかにっていう。あれより全然後だと思います。あ、まあ、ただその後親しくなったんですよね。はい。で、PC さんとしては納豆さんとどういうお付き合いされてたんですか？いや、一番最初は多分覚えてらっしゃるか、ちょこちょこさんの福島、なんか細野さんのやつで、で、あれが3月22日で、帰ってきて、なるほどさんとの東京企画とかになったじゃないですか、風間さんがよくおっしゃる、さかなさんが。はい。はい。あの時初めて会った、あの時に一緒に行ったっていう感覚ですね、はい。で、それで、まあ、その後、それが去年の秋でしたっけ？いつぐらいでしたっけ？あ、今年の春じゃないですか、3月22日。ごめんなさい。今年の春で3月ぐらい。はい。3月22日でしたね。その時にまあ初めて会って、はい。で、その後仲良くなったって感じですか？あ、そうですね。そこからだいたい5日ぐらいいて、はい。はい。それで、だいたい1ヶ月に1回ぐらい会いに行ってたんで、4月の22日でちょこちょこさんの誕生日だったんですよ、遅刻しちゃった。全く風間さん関係ないですけど。はい。ねえ、ちょこちょこさんの誕生日で。ええー。で、その後の帰りに、なんか今被害を受けてる綾時計さんみたいなのところで、静岡のところでちょっと軽く一晩泊めてもらって、それでその後、真鶴の家かなんか行きまして、真鶴の、市長選じゃなくて、なんか、出るんですよね。市長の下って何でしたっけ？市議会議員選挙？はい。まあ、市議会じゃない、町議会だ、町議会。で、なるべく、居住実験じゃん、居住実態のために引っ越してて、
ていう形だったと思うんですけど、それでまた5月に行ったんですよね、僕。で、それで、まあ、とりあえず仲良くなって。クリームヤードの文字邪魔だね。ちょこさん企画に。手で撮るの疲れてきた。手だったんですよね。はい、そうです。で、それちょこちょこさんチームと納豆キナーゼさんチームに分かれて、そういう予定で、PC さんは納豆キナーゼさんのチームに入っていたんですか？あ、でもしかしなんか僕ヘルニアがすごかったんで、はい、とりあえずお見送りみたいな形であれしてたんですけれども、はい。はい、どの色がいいかな、まあ、その納豆キナーゼさんチームだったんだけれども、うん、昨日ですかね。昨日なんかいきなりなんか、普通でいいか。昨日の前とかになんか僕、見直しても何も関係せんで、はい、確実に僕、また来たくも、しまいまして、梶山寿司、信者が。うるさかったりとかですね。タイムアウト。はい。二つ部屋があるんですけど、はい。まあ、借りてるお家じゃないですか。女性実態のあれで。はい。うるさかったりとかどうか。関係ないと思いますけど。はい。あ、二つ部屋があって、うるさいから。ジャパン来たらタイムアウトでお願いします。はい。で、僕はちょっと、なんか、ガキっぽくて、なんか、外に。すごいよ、ダンボール。はい、もういいっつって、PC の後ろに。ね、大変。ダンボール。なんかそれをずーっとね電車バトンが持ってたらしくて、こんなに汚くしてこんなにあれして電車バトンがミラーの報告しましたね。別にそれは僕美味しかったんですよ、別に。で、それを謝ったんですけど、はい、うん、それがいつだろうな、それからでもそしたらもう家に僕も行きたくなかったんですよ。手で持ってんの疲れてきちゃったの。はい、うん、手で持ってんの疲れ。またその次の日に田中健さんの家に行って、はい、うん、田中健さんが、あ、何？咳してますね。キナーゼの家を追い出されたの、じゃあうちのあの、まあ、ちょっと曰く付きのあれ、なんでしたっけ、なんとかハウスありますよね。風間さん知ってらっしゃる。シェアハウスでしょ？いや、知らないです。シェアハウス、田中健のシェアハウス。田中健さんがやってるシェアハウスですか？ええ、ね、いないよ、みたいな形で、それでそちらの方へとか行って、それで、で、その次の日に、富士山の下見に行ったんですよ。はい。だった時には全然普通でごめんなさいね、みたいなこと言ったりとかしてて。はい。うん、全然怒ってなくて、別にその時怒ってくれたら別に良かったんですけど、まあ、それでその次、そして別れ、それが、あ、大宮のあれだったんですよ、立てこもり。ちょっとあった。うん。ええ。それで、その後別れた後に、うん。また僕はシェアハウス行って、みんな反対だって。じゃあ、風山が私の顔をさらすのやめなよ。で、夜8時に起きたんですよ、僕。一生ミラーしてやる。はい。で、笑い話なんですけど、ケンさんに起こされたんですよ。なんか PC の髪型、カツラじゃないの？テレフォン確認でとか言って、キナーゼ心配してるよ。なんか変じゃね？なんか変じゃね？それで、まあ、そういうこと。もしもし、あ、自分で切ってんのかな？フリーズしてるけども、なんだろう。フリーズするんだ。番組って何やってんですか？ドリームヤードって。はい。何やってるんですかね。で、その、キラーゼさんが、それでここのことボロックス言ってる人間、あ、PC さんですか？動かない。そうか、その通りなんですけれども、とはいえですよ、とはいえ。また PC も行ったら映すね。私も気づかなかったら悪いんですけど、その、実はね、ちょっと7時過ぎにね、納豆さんと話して、で、8時からやりましょうっていう話になったんですよ。で、それで、まあちょっと7時からちょっと話して、まあ20分も話してないと思うんだけど、で、それで、まあちょっとその後ほら、私支度とかいろいろしてたんで、ちょっとスカイプを見る暇がなくて、で、そしたらさ、7時45分だったかなに、断りが入ってるんですよね。で、ちょっとそれ見てなくて、私ちょっと直前だったってこともあって、で、少し前倒しで始めて、8時になったら出てもらおうと思ってたんで、なんかそんな状態でさ、やっぱり、ちょっと、ね、ドタキャンをされるっていうのは、ちょっと、正直、うんって思うところもあって、ドタキャン、しょうがない。距離がね、わかんないって人もあって、だし、あとまあね、まあそもそもやっぱり両方から話は、だから、いや、梶山の噂が、いくら
良くないからだね。言ったところで、まあ、今回の件は私全く矢島なんで。マイナスになるよって言ってくれたんでしょ、リスナーさんは。納豆キラーゼさんが降りた以上は、まあ、まあ、PC さんが聞くのもありかなって思ったんですよ。まあ、もちろん、なんだろう、こう、一方的に聞くつもりはないし。風山嫌われ者だし、こんなやつと対談したら、納豆からしてみたらマイナスになるから、ね。その件とかはね、PC さんには、なんだっけ、聞こうかなとは思っていたわけなんですよね。うん、だからこ、実際こういうことを言ってるけど、まあどうなんですかっていう。まあ、たださ、その6月19日にね、なんか PC さんまだ来ないとか、そういうね、ツイートされてるんだけども、あと14時の約束すっぽかして連絡なしに YouTube 見てるわけだとか、なんだけどさ、その後、確かこう、なんだ、何をした何をしたって PC さんが何をした何をしたっていうことをツイッターで上げられていたと思うんだけど、でそれがさ、載ってないんですよね。今、ちょっと私の探し方が悪いのかもしれないんだけど。なので、なんかね、まあ、それがあったらね、それも聞いてみようかなとは思ってたんですよね、PC さんに。実際こういうことを言っておられるけど、納豆キラーゼさんの方が。なんかどう思いますかっていうことで。また PC さん、なんか落ちたり入ったり落ちたり入ったり。何なんですか、一体。あ、どうまた来ないの？すいません。申し訳ない。いや、あとさ、なんか仕事ね、仕事帰りって話ですけど、仕事行ってないじゃん。蹴りじゃったんですいません。いや、あとさ、なんか仕事ね、帰りとか話じゃないけどさ、はうってますよ。いや、あとさ、なんか仕事ね、帰りとか話じゃないけどさ、これミュートした方がいいのかな。 YouTube の、そうそう、 YouTube の音声ミュートしてください。 YouTube の音声、あ、わかりました。ちょっともう、あ、タブが変わっているからこっちの方かな。怖い、止めました。不審者だ、不審者だ。大丈夫だと思います。私も音が入ってます。え、これでどうでしょうか。大丈夫かな。私の声は聞こえます。やっぱり入ってる、私の音声が。あ、じゃあもう少し小さくしますね。はい、小さくって最大限に静かにしないと。どうしても話聞きたいな、配信外ででも気な、いや、なんかね、PC さんが出ることについて、すごいなんか、だってあいつだって捕まるもん。捕まんないよ。いや、捕まんないよ。え、なんですか、本当のことですよ。いや、だって警察行ったって捕まんないよ、そんなに急には、少なくとも。あ、急には捕まんないですけど、まあ、僕は告訴出すんで、ね、はい。告訴できないよ。どうしようもなんないですか。告訴できないよ。だって何に対して出すんですか。え、ね、やっぱりさ、名誉毀損じゃないじゃん。犯罪事件。あ、ママさんこんばんは。ミラー配信中です。僕の本名と。YouTube の音声上で。それ事件じゃないよ。民事だよ、PC。え、YouTube の音声切ってますって。切ってないよ。私の声が入ってるよ。ハウリングみたいになって。あ、これどうですか？え、PC さんの名前とかを探してるね。やっぱり入ってるじゃん、私の音声。そんな怒ってない。怒ってない。怒ってないって。入りようもないですよ、だって。もしいや、ほら、入りようがないですよ。じゃあ、イヤホンにしてみたら。あ、イヤホンですか？スピーカーじゃなくて。あ、そっか。イヤホン持ってんの？すいません。PC んち、段ボールだらけですし。影山さん、僕、出入り禁止だったんで、すいませんね、なんか。そうです、出入り禁止ですよ。出入り禁止なのに、がっつり出てる。呼びましょうか、僕なんかより、納豆キナーズ呼びましょうか。だって納豆さん出てくれないんだもん、呼んだけど。え、呼んだっていうか、出てくれって話だったんですよ。なんで出てくんないのかな。なんか、リスナーさんが猛反対したそうです。
リスナーさんがモンハンター、あ、リスナーに左右されちゃうあれなんだ、配信者なんだ、だらしねえな。でもしょうがないでしょ、ある程度リスナーさんの意見聞くのは。あ、そう、俺はリスナーの両方にあったらないダンボールのね、ご飯ですね。だらしねえ。いや、そういうことを言ってたかどうか私は知らないんで、うん、やっぱりさ、私の声が入ってるんだけど、なんでだろう。ちょっと待ってくださいよ、ほんと、ほんと、岡間さんによると弱いんだから、ちょっと待ってください。そうですね、そうですね。チルの仕方のところで0円はブロックされてるのに、あ、されてますね、はい。いや、ちょっと、ここが。これが本当のミラー配信じゃ、いつも音だけだけど。まあ、0は本当に僕、絶対呼んでこないんですけど。指導で。どうなんですかね、あの、これ、Windows11 になっちゃったんですよ、知らない間に。何が 11?ドリームヤードってむずいんだね。え、今10じゃない、 え、知らないですよね。10かもしれないです。10じゃない。今なんか、急に今日から11になっちゃったんですよ。すいません。あ、分かる、分かってる。OK です。サングラスも、マスクもゆるゆる。ちょっと、あの、PC さんが、納豆キラーゼさんのところに行った時にね、これ長くなるのかな、手で持ってんの、つら、ね。その前にさ、納豆キラーゼさんが Twitter で、PC さんのさ、目線的とかを晒してるって、それは本当なんですか？何を晒してるんですか？ PC さんの前歴をね、前歴を晒してるっていうのは本当なんですか？12年前のでしょ？あれですよ、もし、あ、スカイプだったら、それ出しますね。スカイプしたらいいのにも。ツイッター見てるけど、納豆キラーゼさんの。スカイプ通話にしたらいいのにも。6月24日までですよ。ありますね、あいつ。何個も何個。いやいや。困ってるの。難しいやつですから、女みたいな。音声が悪いですね。言わないでほしいんだけど。6月21とかまで遡っても、そんなの載ってないですよ、どこにも。え、マジで載ってない？もっと前に載ってるの？持ってるんで。で、もっと前に載ってるの？え、もう載ってないの？もう載ってないの？納豆のとこ。いや、6月28とかですね。え？何のこと言ってんだろう、ね、あ、じゃあどうやって、風の下とかね、どこになんか画像とか送ってありますかね。え、じゃあちょっと待って。いや別に分かった。私のスカイプ知ってるでしょ、だって。分かんないです、分かんないです。どうしようか。あ、音声はこれで入らないかな。あ、いや入ってる入ってる、やっぱ入ってる。何ですか。やっぱ入ってる。なんでだろう、これ、ね、ストリームヤードだからダメなんですかね。あ、納豆くん、ネットニュース消したね、ツイッターの。わ、手が疲れてきた。スマホ持ってた。じゃあ、わざと嫌がらせしてない配信者、私が嫌がらせしてるってことですか？私が嫌がらせしてる。違う違う。いや、これは、ストリームヤードがあまり。私はないけど、はい。え、そしたらさ、じゃあスカイプでかけてもらっていいですか？あの、ちょっと待ってね、ちょっと待って、その前に私がちょっと風間さんに、はい、風山さんに、ね、ちょっと、PC1118 にかけていただけると、次の、PC の次の彼女は PC ですかね。ちょっとつながったら、こっちから落ちてください、ストリーミング。風呂に入ってないから手汚いんだよ、PC。風間さんの、なんか美しい声が聞こえてきましたよ。何これですか？これだよね、なんかマイナスってやつだよね。これ。マイナスってやつですよね。はい、これ、フリーですか？これダメ？あ、大丈夫だと思う、大丈夫だと思います。これでいくと。あ、これ行きましょう、はい。うん。すいません、じゃあ、その、納豆キラーゼさんが、どこで晒してるんですか？ PT さんの前歴を。あ、ツイッターですね。もう晒してないよ。もう消えてるよ。もう消えてるよ、それは。で、さっきしちゃったんですね。大事なことも。ちょっとそれわかんないけど。で、あとさ、納豆キラーゼさんが6月17日にね、
はい、まあ、そのお部屋の画像を出していて、まあ、ちょっと散らかった、散らかって汚くなっている。やばいよ。PC、ね、PC の後ろにある段ボールが、ボロボロボロ食べてんのかな。段ボール食べてんのかな、やっぱり。トイレの電気消さない。ドア閉めない。飲み物とお茶を床にこぼしまくる。タバコの吸い殻を机に直に捨てる。俺のライブ配信で綾戸圭さんに対して、家に丸をつけるぞと、なんとか、なんちゃら予告。これを注意したらなぜか切れてそのまま家を飛び出していった。タバコの吸い殻、使い終わった割り箸、そのままポイ捨て。咳してますね。そのままポイ捨て、荷物に入れてある段ボールが潰れてるとか、咳、咳、咳我慢してますね。あ、ジです。頑張れ、パンダー。納豆キラーゼさん怒りますよね。ネズミチューチューの顔出てきた。はい、で、まあ、それで、こう、ダンボールがさ、よっこいしょ。はい、ペンを切られたかと思って、私、地元に出てきました。そして、出て、ダンボールってなんか穴開いてない？チクチク。チクチク。僕も悪いと思ったんで、あれですか？私も悪いと思って。音声悪いですね。申し訳ございません。ストリームヤードっていうやつ。ちょっと頭を冷やしてきましたっていうことを。PC ひげが。手汚いよ、PC。入れて、そして、PC って廃墟に住んでる？なんでサングラス落ちてくるの？なんで眉毛下がってんの？ちょっと攻めた分が見まして。どこ見てんの？あ、歯さ、日本だけだと思ったら、はい、もっと生えてるね、歯が。ほら、歯。手帳が出てきて、警察に呼ばれて、なんか駅まで連れてかれちゃって、はい、うん、それで川崎まで行きなさいとか言って、なんか、で、川崎まで行かされちゃって、うん。まあ、それ先ほどの話に戻るんですけど、端的に言うと、アンケンさんが、なんだ、それだったら、出されちゃったのか、こっち、うちに来ないよって言って、シェアハウスの方に来まして、そして寝てて、歯並びが悪い。歯並びが悪い。なんか困った顔してる。もう、縁切られたと思ったから僕行かない。これが42歳です。もう来るなってことじゃないですか、はっきり言って僕も。あ、だからストリームヤードのマークが邪魔ですね、これ。夜8時にいきなり連絡があって、ちょっと、どうしたんですか。チャットしてたら、スカイプしてきてくださいよって言うんで、スカイプしてきたら、もう今すぐ、マラソンのうちに来てくださいって言うんで、もう一回ご招待に預かる。スクショ。スクショ取りたいけどできないね。まあ、今度、そう、静かになんか、気遣っていて、最初その、次の日に大宮のあれに行ったんですよ。ちょっとスクショ取っていい？はい、ちょっと。何でっけ？あ、あっち向いちゃった。あ、違う違う。違う違う。あれ、あ、富士山。あの下の企画と大宮の立てこもりに。まあでも違う、はい、あれです、翼の塔のあれでした。もう申し訳ないですよ、演説から。まあでもどちらでも、はい、うん、だから許してくれたのかなと思ったんですよ、僕はね。ごめんなさいっていうことと、ちょっとスクショ撮りました。待ってね、なんでこんな困った、まあ、困った眉毛になってんの？別に、だったらその時に許さなきゃいけないじゃないですか。だったら許さないよ。困った眉毛になってますけど。まあでもそのいつ何があって、この感情がね、もうその、なんだろう、もうこの人とはダメだっていうふうになるまで数日かかるってこともあるじゃないですか。スマホが重い。何かあった時はショックでね、こうすぐにどうしようってことを決められなくて、うん、一回はね、なんかちょっと許そうかな、どうしようかなみたいなね。で、まあ現状こうなって、で現状こうなったことに対して PC さんは不満なんですか？え、不満じゃないですよ。じゃあいいじゃん、別に。うん、そしたらで、そこで終わるんだったらよかったんですよ。はい。そしたら昨日の、ちょこちょこさんのライブを見てください。あいつで俺の前に来たらプン殴るっつって、生涯予告、まあ政治家になる人間はいいですけどね、まあそういうことを言いつつ、それちょっと待って、それ本当に言ったの？納豆キラーゼさんが、うん、PC さんに対して、
ちょこちょこさんのライブ、ちょこちょこさんのライブ見てください。それは流れがあって行ったんじゃなくて、わかんない、いきなり行ったんですか、PC さんが出てきた。 PC とお前どうなんだって、ね、うわ、PC これに出てたからもっと納豆怒っちゃうよ、やめておいて、やめておいた方がいいよ、もうここら辺で、PC PC にスカイプかけっか、うん、PC にスカイプかけますね、妨害する、妨害余計なことヘラヘラ喋らない方がいいよ、PC最後の、ね、あの、私の扇風機消した熱いの、まあ、やっぱつけよう、まあ、復権とかの、なんですか、選挙権とか、非選挙権とかある、まあ、10年前のやつがあるんですけど、爆弾仕掛けた今から行くぞとかいう、なんかバカみたいな冤罪事件のやつがあるんですけど、うん、それとあと僕の本名をさら繋がんない、うん、だからもう、繋がんない、ピッて、シャープ8110に入れます、たら月曜日に来てくださいって言われましたので、はい、まあそれは行くのは自由ですけど、まあ、それがね、すなわちね、スカイプ繋がんない、呼び出し音なんない、それがすなわち名誉毀損になるかどうかっていうのはまた別の話だと思うんで、ビートルズからご用件を、お留守電になったぞ、はい、ね、風山さんがいつも使えないな、お留守電になりました、あの国訴状とか受理したところで、まああのほら あるじゃないですか、あの調査とか、あの捜査とかでこれはっていうのでね、警察官が別のやつで、で、あ、これは、あ、あの不起訴事案だとか全部あれなのかな、罪になるかどうかわかんないですけどね、いやそれにさ、ね、西見さんだってさ、私のことめちゃくちゃ叩いてるじゃん、配信で、そうだね、特に最近よさい、何、ね、あのヤフオクとかさ、毛玉ズボンとか、なんだろう、風山見てたの、PC のライブ、毛玉ズボン探して売ってなかったじゃん、なんで非売品とかさ、なんなのあれ、出ないですね、私ヤフオクなんてもう何十年もやってないんだけどさ、呼び出しようなんない、なんかそろそろなんかあのカードが全部切れて、西さんもさ、ダメだね、こりゃ、私のことすごい叩いてるじゃん、配信でよく出てこれたよね、今回言われてる、だってよく出てこれたって、僕別に、出てこれない気なんて言われました、ね、いやいや、だってあれだけ私のこと足ざまに罵っててさ、配信で。しかも1回や2回じゃないじゃん。寝不足なの、バルバルさん。1回や2回じゃないじゃん。すごいじゃん。ないっしょ。ねえ。スカイプ繋がんないよ、なんなの、私だってさ、腹に吸い込めてるわけ。だってあの、なんだっけ。ブロックされた？委員相談会のやつって、だって、認めてないらっしゃっ。ただいま留守にしております。なんで繋がんないのこれ。チャンネルは私だって言って公開してて、PC さんだって風山って言ってるじゃん、あの中で。少なくとも PC さんはさ、この女性とさ、言ってるよ。嘘ついてもだ。嘘ついてる。そういう態度がさ、やっぱ納豆さんだってさ、怒るでしょ、そりゃ。そう怒る。いないじゃないですか、あなたのことに関して。いや、私のことに対して怒ってんじゃない、そういうあなたの態度を言ってるのよ、怒ってんのとここに出てくらいじゃん、怒ってなかったら出てこないでしょ、後ろ、はい、いやいや、怒ってないじゃなくて、多分この彼が言うにはね、そのリスナーさんにあの僕の方針出るなって言われたっていうことなんで、結構風山のことディスってたね、PC バレちゃったね、それに対して私に怒ってますよ、それはドタキャンされたわけだから、私は怒ってるけどね、うん、それ怒ってますけど、おこだって、風山おこだって出ましたもんね、はい、僕は2回ちゃんと出てきましたもんね、風山さんされて、いや、別に私出てこいって言ったわけじゃないんで、ああ、ね、どうでもいいんですけど、ただ、さ、納豆さんとさ、PC さんの関係性においてさ、納豆さんがいろいろやったわけでしょ、 PC さんに対して、あ、てか、ね、PC さんが納豆さんに対して失礼なことをやったわけでしょ、はい、で、あの納豆さんは多分こう腹に据えかねていて、うん、ね、あ、はいはいはい、ちょっと許そうかなって思っていて、はい、でいろいろ考えた結果、やっぱりもうこの人とは付き合えないって話になったんじゃないの、うん、だと思いますね。いや、いいじゃん。それで、PC さんは、なんでアップに映った PC。あ、僕も納得します。うん、PC の顔がアップ。ね、絶心からいろいろ言われても、
ね、カリスマさんがいろいろ言われても、ね、役中中、役中中、みたいな感じじゃないわけでしょ。役中中の顔だよ。もし PC さんがまだ納豆さんのことをね、慕っていて、まだお付き合いしたいとかって思ってるんだったら、鼻ほじってる？また別だけど。いいんですよ、だって目の前に何やれ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 鼻血鼻血のタバコってなんすか、鼻血今なんかやってた今なんかやってた見た見た鼻血です鼻血なんですか鼻血じゃないでしょだったらまあ、鼻血だったら横なんないと鼻血だったら横なんないとなんで困った眉毛って別に誤解そうなんだけど納豆さんチームで映ん、はい、ないようにやればいい見送りするだけって話だったんでしょ。あ、僕そうあのセミアでだったもんですから、はい、さっきなんか出してきたよ、うん、ね、もう行かなくて、はい、何あれヘルニアもあるんだしさ、わざわざ福島なんだよね、福島から静岡まで行かんでもいいじゃん、別に静岡じゃないじゃん、うん、まあそれは僕の勝手なんでね、ちょっとまあでも行きたいんだったら行きゃいいと思うよ、別に私は静岡じゃないでしょ、真鶴でしょ。そうですね、嫌がられるのが行きたいんだったら行きたいと思うけど、そう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 、鼻から注入だよね、多分進んでるっていうのは何あれ、今の見たでしょ、はい、すいません、あスクショ撮ったバレバレさん、やったね、 ありがとう、ほら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 。ちゃんとやってるみたいですよ。また鼻にやってる。鼻血じゃないじゃん。人数揃って、靴を買ったりして。ほらほら。これ何？これ何？はい。いいことか。いいことじゃない。じゃあもう盗聴のね、はい、成功を持って。これ何なんだろう。PC さんもね、一時期はお世話になった方なんだから。はい、お、そんな、そう、は、何あの長い白いの。富士山盗聴の成功を祝いはね、あの、お祈りしましょう。誰か知ってるかな、え、知ってる人いる？ね、よかったじゃん、それで。は、長い白いの何あれは。何もできないって話になったの。何あれ。いや、これ、冷静に考えて、誘われたりもしたんですけど、新型役